それじゃあひとまず100位以内ランクインを祝して乾杯。乾杯。へえ、おいしい。しかしいろいろとサポートしてくれてありがとな。俺なんかがなんとか社長やれてるのもエリちゃんのサポートのおかげだぜ。何言ってるんですか。感謝するのはこっちですよ。もともと私がボンクラだったことが全ての原因なんですから。春日さんは私と違って判断力も決断力もあるし、何より変な連中にもあまり騙されません。春日さんに来てもらって本当に良かったです。そういえば言ってたよな、悪い奴に騙されて事業を奪われたって。どんな奴なんだよそれ。実は横浜のすごく大きな企業の社長なんです。え、そんな奴に騙されたのか。はい、社会的地位もある方ですから私も信用しきってしまって。そもそも私も会社を継いで間もなくて右も左も分からなくて、誰かを頼りたいと思っていた時期だったんですね。そんな時に大企業の社長に甘い声をかけてもらえたので、ほいほい信用してしまって。結果身ぐるみ剥がされたと。はい。未だに思い出すと自分が情けない。まあでもそれじゃあ仕方ないと思うぜ。俺も同じ状況に置かれたら信じちまうかもしれねえし。そうですかね。ああ、それによ、忘れちゃいけねえのは、悪いのは騙される側じゃねえ、騙す側だってことだ。反省するところはあるかもしれねえけど、あんまり自分を責めない方がいいぜ。春日さん、ありがとうございます。そうですね、過ぎたことをいつまでも引きずっても仕方ないし。なあ、大企業だかなんだか知らねえけど、そんなクソ社長は許しちゃおけねえ。俺たちが這い上がって成り上がってよ、そんな会社追い抜いちまおうぜ。そうですね、いっそ買収しちゃうくらいになりたいもんですね。奪われた事業も全部取り返して大企業ホールディングスにするんです。いいじゃねえかその意気だ。俺たちならできるさ。だから明るく楽しく行こうぜな。はい。笑顔が戻ってくれてよかったぜ。実はなんだか悩んでるような顔してたから気になってたんだよ。あ、気づいてました、すいません。何か悩みでもあるのか。俺でよければ相談に乗るぜ。いえ、悩みというわけではないんですが、父のことを思い出してしまって。親父さんのことを。はい、その父が春日さんにとても似ていたので、喜ぶ春日さんを見て父を重ねてしまって、それでなんだか一瞬感慨深い気持ちになってしまったんです。あ、だから悩みとかじゃないですよ。心配かけてすみません。なあ、うん、っていうかエリちゃんの親父さん俺に似てるって、もしかして俺みたいに性格がいいとかか。自分でいいって言っちゃうんですね。でもその通りです。顔形が似てるわけではないんですが、雰囲気とかがすごく似てるんですよ。明るくて豪快で愛嬌があって
周りを自然と笑顔にさせられるとことか。だから春日さんと一緒にいると父と一緒だった頃に戻ったみたいに思えて、すごく居心地がいいというか。そっか。もし親父さんがまだ生きてたら、いいダチになれたかもしれねえな。そうかもしれませんね。よし、なら、そんな素敵な親父さんのためにも、一層気合い入れて、一番成果を守っていかねえとな。エリちゃんの親父さん代わりになれるとは、到底思えねえけど。俺、頑張るからよ。エリちゃんも、いろいろこれからも支えてくれよな。俺一人じゃ、何もできねえんだからよ。はい、もちろんです。よろしくお願いします。でも春日さん、他にもやることあるのに本当に大丈夫ですか？え？まあちょっと大変かもしれねえけど、仲間もいるし、なんとかなるだろう。仲間？なあ、一人じゃ無理だけどよ、俺には信頼できる仲間がいるんだ。だからきっとなんとかなる、そんな気がしてんだよ。何無責任なこと言ってんだって怒られるかもしれねえけどな。そうか、仲間か。ん？どうした？春日さん、一つお願いしていいですか？おお、なんだい？私を春日さんの仲間に入れてもらえませんか？え？だって春日さんは私のためにここまでしてくれてるのに、私は経営のサポートをするだけってフェアじゃないですよね。それに春日さんを日常的にサポートして負担を減らせれば、春日さんはより一層経営にも力を入れられると思うんです。それは会社の発展にもつながるし、やらない理由がないと思いませんか？でもよ、俺の仲間になるって結構多分、いや絶対大変だぜ。危険もかなり、いや相当伴うし。覚悟の上です。なるべく皆さんの邪魔にならないようにしますから。もちろんエリちゃんが参加してくれるのは嬉しいけどよ。お願いします。私、借りっぱなしって嫌いなんです。もし春日さんがノーと言っても、意地でもついていくつもりですから。仕方ねえな。わかったよ、何があっても責任取らねえからな。上等です。それじゃ、新しい仲間ができた記念に、ようこそ俺らのパーティーへ。乾杯。